はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、春化粧によって圧倒的強化を受けた、小悪魔デッキ、こちらご紹介していこうというふうに思っています。小悪魔ね、これ実はね、サーチできるんですけど、ゴキッポールっていうモンスターが墓地送られるとトリオンを、この動きをね、春化粧でできるんですよ。これ森と目覚めの春化粧っていうモンスターが手札からモンスターまたは春化粧を墓地送って、こいつをなんかデッキからカードを墓地送りながら墓地のモンスターを特殊ができるっていう効果あるんだけど、これでゴキッポールをねデッキから叩き落とすんですよね。でそうすると昆虫とかモンスターサーチできるっていう効果がありまして、これでトリオンを持ってこれるんですよ。これ結構ね、革命、これ革命で、小悪魔って結局トリオンから狡猾とか、穴をサーチして、トリオンをセラにして動いていくっていう感じの、動き方になってくると思うんですけども、これがね、めちゃくちゃしやすかったですよね、春化粧で。で、ちなみにこの今回のデッキの構築はですね、デュエルアカデミア数学家さんっていう、なんかツイッターで、とか、なんか YouTube とかで活動されてる、なんか小悪魔のプロみたいな人がいるんですよ。でその人のちょっとデッキをね、参考にさせていただいてるんですけども、動き方は、普通の小悪魔の、ムーブじゃ結構なくなっていて、春化粧を使って、動いていく感じになりますね、基本的には。で春化粧でそのゴキボールを落としてトリオを持ってくる動きが基本。それができなかった場合は、普通にその、いつもの通りの、セラームーブしていくんだけども、この動きの中で何が強いかっていうとね、モンスターが横にめっちゃ並ぶんですよね。丘とか、苗とか使っていくと、どんどん墓地からモンスター特殊ができるんで、小悪魔にはあんまりない展開力っていうのがかなり出てますこのデッキ。なので結構ランク4とか出やすいんですよね。なんで今回は見かけ獅子からの干ばつの結界像とか、バグースカとか、トルネードドラゴンとか、こういう辺の、ランク4モンスター、あと深淵とかね、今だったら、そういうモンスターを出していくって感じですね。でティアラメンツデッキがめちゃくちゃ多いんで、ティアラメンツに対抗できるようにしないといけなくて、ティアラメンツに対抗するってなったらさすがに石津というところがありまして、石津ギミックも、天使族なんですよ。地属性天使族なんですよ。で、地属性天使族であれば、例えば、オカメブとか、オカメブじゃねえや、ナエカスとかからサーチできたりするんで、あと、レベル4が特殊召喚しやすいんでね、この辺はね。なので、割とね、相性はね、いいんですよね、春化粧とかとは。はい。というわけで、今回は一応ティアラメンツメタ、ちなみにこれティアラメンツ最強メタカード、墓穴ホールドも入ってますしね、はい、ティアラメンツメタに寄せてディメンションアウトカードもぶち込んだ、春化粧小悪魔デッキ、こちらを分回していきましょう。デュエルスタンバイ。小悪魔の新規もうめちゃくちゃに強い効果してるんで、あれも早く来ないかなと思ってるんですけどね。ストラクチャーの表紙がただのエロ本と言われているただのエロ本と言われている最強デッキなんですけども、とりあえずモンスター特殊召喚するわ。でアトラの小悪魔とかいうヤバすぎるモンスター特殊召喚していく。こいつはね手札からね罠打てるっていうねやつなんで、これ召喚こいつしてから動いていくと、一応墓穴ソウルとか持ってる時に手札誘発ケアできたりするんですけど、ちょっと今は無理ですね。でティオの小悪魔をぶん投げて、で持ってきながら、これあれだったな、ティオの小悪魔置いといたらあれだったかもしんねえな。いやもう関係ねえか、関係ねえわ、これ召喚の効果だと、召喚時の効果だと関係ない。でこうするでしょ、はい。でレベル4のモンスターが2体でオーバーレインネットワークを構築、エクシエツ召喚、あららろ、ミカゲシッシー、はい、岩石族を手札に加えるといこうか。ウララとか、無限ホイールとか打つんだったらここだね、相手多分ここしかない。ちなみにまだ使わないんだ、ちなみにまだこの動きをするときに召喚権を一切使ってないことに皆さんお気づきでしょうか。強いんですよねこれ。で墓地を送るカードをゴキポールにしていく。でゴキポールにするとモンスターを特殊召喚できるので、干ばつの結界像を爆誕させていくよし、これでもう地属性しか特殊召喚ができないぞ。大丈夫か、お前のデッキは地属性か。地属性じゃないんだったら死ね。で、トリオンの小悪魔を召喚して効果発動、落とし穴カードをサーチ、もちろん狡猾な落とし穴をサーチしていく。そしてトリオンの小悪魔1体でリンク召喚、あらあらろ、セラの小悪魔、バーンでカードを2枚ほどセットして、これでターンを終了だ。結界像後ろ狡猾最強
で手札増殖する G、まあまあ、増殖する G と干ばつの結界像は若干アンチシナジーみたいなところありますけどね。さあかかってこいよ。まずはお前は干ばつの結界像をしょんないと特殊。はい、ペルネーノ来ました。はい、来ました。いやまあ次元障壁も刺さってるしね、これね。次元障壁も刺さってるし、ワンチャンアーゼウス流してこようとするんだったら、なんかまあでもアーゼウス出せないと思うけど、多分流してこようとするんだったら次元障壁でエクシス召喚も封じればいいし、まあモンスターでぶん殴ってくるようであれば普通に効果でぶんな、あのぶっち破壊してあげればいいという話はあるから、はいどうぞ。モンスターの召喚はいいです。はい、効果を発動しないと、はい、バトルフェーズまず干ばつの結界像をしょんないとあなた何もできないということなんですよね。狡猾な落とし穴ぶち込みます。はい、落とし穴確定からのセラの小悪魔の効果を発動。セラの小悪魔の効果によってデッキから、ああ増殖する字やるじゃないか。トップ引きだなってことは、なるほど。狡猾発動したのでセラの小悪魔の効果によって小悪魔モンスターが特殊召喚できる。これはですね、あまあ、いやこれどうしよう、トリオンでいっか。これ TO でも強いと思うんだけど、まあ一応ね、相手のペルレーヌを破壊しておきましょう。バギー、あのカードはろくなことねえからな。でセラの小悪魔の効果によって小悪魔が、効果使ったから最強のティアラメン詰めたトラップカードをセットしてさあこの最強の墓穴掘るというカードを超えることはできるかも。ほう、セット、いいだろう。で、私のターンに入って、相手、伏せ1枚しかねえんだ。伏せ1枚しかねえんだったら、なんかこのターン、それそうな気するけどな。ちょっと展開したいので、無駄打ちしますね。次元障壁とかいうカードを無駄打ちして、あまりにも無駄打ちして、で、テラの小悪魔の効果を発動。通常トラップカードが発動した場合、小悪魔モンスターをデッキから特殊召喚。落とし穴落ちてるよな。落とし穴落ちてるから、これティオの小悪魔を特殊召喚していく。そして、ティオの小悪魔の効果を発動。自分の墓地に存在する落とし穴を再セットできる。そして、小悪魔モンスターの効果が発動したため、セラの小悪魔のモンスター効果。デッキから罠カード、落とし穴カードをセットすることができる。はい。これで、狡猾時刻が発生中。アルティメット狡猾時刻発生中で、森と目覚めの春化粧の効果を発動。増殖する銃を墓地に送り、自分のデッキからカードを置いて墓地に送ることによって自分のデッキ、墓地からモンスターを特殊召喚。これで石津も墓地をくれるんでね、これで完全にケアです。はい、で一応トリオンの効果で割っておきましょう。あのカードは何ですかと、まあこれでハーフニス持ってこられても全員で殴れば勝てるでしょこれ。ああ、アギト、まあ墓穴ですね。墓穴ホール効果大丈夫。このカードは無効にするだけで破壊はしない。つまりアゲドが無効になって2000バーンを受けるだけだ。お前は死ね。2000バーンでくたばれ。さあどうする、この2000バーンは痛えだろう。ちなみにもう一回墓穴ホールもセットしてやるからな、後でまあこのターンで勝ってるか。はい、あーサリークね。はいはいはい、まあサリークでサーチするのはいいよ。もうハーフにするぐらいしかないと思うんだけど、はい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 、と思うんだけど、もうこれ全部で殴ったら勝てるんでバトルフェーズですねはい、ハウクに使えないね。サーチの育ったんじゃない。はいはい、再戦ありがとうございました。まあこんな感じでティアラメンツは余裕で先行取ればメタれるっていうことだけ言っとくわ。はい、来ました、最強カード。ぶん投げますくらえ！うおはい、最強カード。あちらにこれ、圧倒的ハルケショーとのアンチシナジーを、あおっと、エンドフェイズですって奥さん、エンドフェイズですって奥さん、圧倒、あーティオの予報引いちゃった。圧倒的ハルケショーとのねアンチシナジーがあるので、それだけ注意って感じなんですけども、ティオの怖くも召喚ですね。はい、まあ一応ね、投げるときと投げないときあるんで、ディメンションアトラクター。まあ言うてちょっと一回バトルしましょう。はい。じゃあ、それなんでしょうかね、あれ。あれが何なのかによるわ。で、一回セラーになるしかなくて、これ普通にディメンションアトラクター自分もぶっさらってんの、草。
墓地にカード送れねえからよ、墓地にカード送れねえから、森目座の効果でトリオ持っていくとかできねえんだよな。まあでもボケソウル引いてるし、普通にその墓場の罠もまあ割と引いてるんで、なんか割となんか石図とか持ってくるしな、悪くはない気がするけどね。はい、あテラフォね。あまあ多分これはティアラメンズですね、まあ、おそらくティアラメンズ、まあ、実質先行後攻逆転してるんで、まあなんとかなると信じたい。でペルレイヌ来た、ペルレイヌを発動されて、ですね、まあそれで何がもさ何されるかですよね。のボケソウル結構強いので、まあ、ボケツをなんか頑張って、発動していけると、うわさスクリームマンのキモくね、スクリームはやべ、ディメンションアトラクター打ったけどなんかあんまりちょっと俺も触ってるから負けそう。向こうに向こうにした方がいいか、向こうにした方がいいな。2000さすがにね、ここ試行回数稼がれるとやたらと落ちるんで、ティアラメンズモンスターがちょっと一回2000パン与えて無効にしましょう。でこれで持ってきたやつ出してからスクリームするしかないから、これはまあ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 、まあ、被害は最小限に抑えたい。4300でからのセラの小悪魔効果で、セラの小悪魔の効果、あそうか、これでスクリーム割ればいいです。で増殖する G、 まあいいよ、増殖する G は最悪いい。でスクリームだけケアしたいんで、あれで墓地肥やされるとめんどくさいんで、まあ、トラップカードはもうもはやすもうどうでもいい。行こう、トリオン、トリオン特殊召喚成功時効果を発動するぜ。相手の魔法トラップカードを破壊することができるぜ。スクリームでしょ、あのデッキになんか枚数肥やされると終わるから、なるべく枚数肥やされないようにしたいよね。ああ、でスクリーム効果いいよ。で出来上がったトラップサーチ、これさなんか毎回なんか余計じゃないそれ、その効果なんかさ、すべてのティラメンツってさ、すべてのカードに余計な効果つけすぎなんだよ。破壊された場合にサーチとか、なんか墓地をくれた場合にサーチとか、キモいんだよふざけんなよ毎回毎回。これあれだからな、普通にあの狡猾な落とし穴の後ろの方になんかこのカードは効果で破壊された場合、相手のカードを破壊するとか、そういうのついてるのと同じだからな。あ、ちょっと何言ってるのか分かんなくてきたわ自分でも。まあとりあえずシーレーンを召喚してメインフェス終了前、おっと、お、雑魚じゃん、雑魚じゃん、どうした、墓地壊せないのか、雑魚じゃんこととばかりにティアラメンツをね、あの罵倒していくスタイルで2300打点でも高えな、2300キング打点高え。ちょっと待って、これメインフェーズ中にじゃないと発動できないから、ちょっとメインフェーズ中に発動させて、墓守の罠の効果発動、墓守の罠の効果を発動し、これはですね、どうしよう、まあこっちか。で、これで墓守系モンスター持ってこれますということで、ですね、まあ石津系持ってこれるんで、これでなんかあのあれですね、あの相手のティアラメンツをメタルカードを持ってくる感じ。あとは一生このケルドーとかを捨ててムドラ持ってくる動きをずっとしてれば、相手は勝手に死んでいくと思うんですよね多分。まあちょっとペルレイのあるんで、石塚の戻しちゃうと破壊されるからそこだけ注意って感じだが、あトリオンの、小悪魔来た。いやーこれどうしよっかな、まあ、とりあえず一回ハッカーの罠発動して、まあ、ケルドを送っとくのは、一番最初にやるべきことですねこれね。でこれで、あちなみにあのハッカーの罠強すぎるんで、一応ハルケーションも持ってこれるっていうことは聞いとくわ。でだな、ちょっとセラ作ってから動くわ、セラ作ってから動いた方がトラップカードセットできるんで多分普通に強いから、まあ、とりあえず森メザですね。相手のバックそんなに伏せるカードあるかっていう話だよな、まあ、とりあえずちょっと一回ムドラ捨てて、で自分の墓地からモンスター蘇生します。さあこれどうしますか、あクライムね、なるほど、クライミング、クライミングはちょっと辛いか、まあ、でもそうでもないか、コスト弱かったわ、コスト鬼弱。トリオンちゃん召喚効果発動、落とし穴を持ってくるという効果、あーやるねやるね、まあでもいいや、2300だってどいてくれるわ、じゃあ2300どいてくれて、で永続無効ですねトリオンは。それあのセラの小悪魔ってさ、トラップカードの効果一切受けないからさ、サリーク全然大丈夫なんだよね、それが強いよね。てか相手もそれちゃんとよく分かってんじゃん、
相手小悪魔くんの相手ちゃんとしたことあるプレイヤーですね。やりますね。まあ、儚しっかりと対策できてますということで、セイラの小悪魔を戻していきましょう。で、これで、ポケツホールを戻すことによって、狡猾をアクティブに変更できるというね、そういった最強のムーブもすることができます。よし、これでもう狡猾を打つことができるようになってしまったな。残念ながら大丈夫か。さあ、墓穴はしっかりとケアしているため、セットすることができるカードは最強のポケツホール。よし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 、ポケツホールを、ポケツホールを戻してポケツホールをセットというあまりにも最強ムーブを見せつけていくスタイルね。これで一旦バトルフェーズ入って、まあちょっととりあえずあの雑魚打点しかないんで、雑魚打点しかないんで、あ、でもこれボケソウル発動したら勝ちだわ。2000番あるんで、これボケソウル発動したら勝ちですね。これつまり相手は墓地のカードの効果発動した瞬間に死ぬということでよろしいか。神ゲー始まったわ。これ一応さ、ペルレーヌだけやっとくわ。ちょ、万が一のこと考えてペルレーヌだけやっとこう。まあ、あと怖いのペルレーヌぐらいだから、まあ、セリアの小悪魔の効果発動して、まあ、トラップカードが発動したんでデッキから、小悪魔出せるんで、でこれでこうでしょ。ねえ、ペルレ割る、サリクワット意味わかんないからペルレ割って、これでもうほぼ大丈夫でしょ。これで自分の墓地にね石積も落ちてるんで、石積カードで、相手のティアラベースを戻しても何も破壊されないと。これはいきましたね。っていうかもうそもそもボケツホールで多分あれ積んでるでしょ。多分ボケツホールで多分積んでる。さあ、クラリアの小悪魔を特殊召喚してエンドフェイズ。エンドフェイズ、クラリアちゃんの効果で、自分の墓地の小悪魔モンスターが特殊召喚されていく。でもちろん特殊召喚するのはティオの小悪魔。ティオの小悪魔は特殊召喚に成功すると自分の墓地から落とし穴カードを再セットすることができるとかいうヤバすぎる効果で、これでまた狡猾がアクティブ。あー強いなー。あー強いなー。もうとりあえずレインのハートで。さあどうする。あ、ハウフニス使えるじゃないか。さあどうする。ハウフニスの効果、まあ、デブだから効果ないからあれか、ハウフニスは使えないか。盤面もねえか別に。おっと、ゴミ効果しかねえじゃん。さあ残念ながら相手はセットすることしか脳がねえクソなこと言ってもいいから、まあ、とりあえずランカの小悪魔、まあまあ関係ないか。ですね、まあ、一旦狡猾って言うんですか、それなんですかと、そのカードなんですかと。はいはい、何ですか。ああ、石塚で、クラリアはもう一回セットできるんで、これで効果ともう一回セットしていく。で、ランカの小悪魔を召喚で効果発動。ランカの小悪魔の効果発動して、ハウフニス効果発動でボケソウル。さあハウフニスの効果発動しろよ。ハウフニス発動できるぞ。ハウフニス発動できるぞ。相手バカみたいに発動しないところを見るとちゃんとボケソウルだと分かってるのかな。まあ、セットしてるもんね俺。さあ、あ、セットしたっけ、サーチしたんだけど、どっちか忘れたけど。あ、使うんだ。あ、使うんだ。あ、そう。さようなら。じゃあさようなら。相手急がい、潔いな。この2000番で死にてえらしいわ。じゃあな。うわー、ボケツホール最強。対戦ありがとうございました。このデッキ普通に面白いな。テクニカルだし、小悪魔めちゃくちゃいいわ。やっぱ小悪魔可愛いしね。あとストラクチャーでまた強化入るの確定してるのもいいよね。なんかちなみにストラクチャーで強化された後の小悪魔なんかすごい展開力があるらしくて、めちゃくちゃ楽しみですね。なんか展開力めちゃくちゃ上がってるのと、なんか専用トラップも来てね、まあ純正で組んでも十分に動きが確保できるようになってるみたいなんで、まあちょっとその辺はね、来てからのお楽しみといったところですね。ストラクチャーの見た目というか表紙、ストラクチャーの表紙がね、本当に18禁なんですよ。あれ見てください皆さん、よかったらググってみてください。小悪魔ストラクチャーってググってみてください。マジで本当ドンキホーテのテレフォン、やばい。
ドンキホーテの話してたらテレホン出てきた。やばい。え、森目座やばい。これもしかしてこれテレホン送るやつ。あかんことしてる。あいつあかんことしてるよ。テレホン地属性じゃん。ハルケーショーの制約をくぐり抜けて、ハルケーショーの制約をくぐり抜けて転化してくるだと。スモールワールド何？ガジェットフレームバイパー誰やねん。誰やお前。ビッグバンガール何？何？まずい。ライフが回復しているぞ。え、待って、でもこれあいつ炎属性じゃないの？こいつの効果は発動する効果じゃなくて永続効果ということか。バカな。まずい。これは一生涯テロホンループを繰り返される&ビッグバンガールバーンで抱き殺されるかもしれん。やばい。無限迷惑電話ビッグバンガールで来た。まずい。ああ。おい、お前炎属性じゃねえか。なんでその永続効果ですり抜けるみたいな。私発動する効果じゃないんでみたいな顔して、なんかバーン飛ばしてんじゃねえぞてめえ。このデッキ普通になんか現実的だな。ついよついよ。はい、パクります。